日本東京都八王子市、大谷町大谷町は東京都八王子市の地名。定番を持たない単独町名であり、住居表示は未実施区域。郵便番号は192-0034。八王子市街地北東部の郊外にあたる地域。宇津木町、暁町、富士見町、大和田町と隣接する。国道16号八王子バイパスと、 中央自動車道が接続しており、中央道都心方面と八王子バイパス、八王子市街方面の行き来のみ可能である。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、大谷町714万6街の地点で9万8500円、平方メートルとなっている。大谷町は、元旧南多摩郡、小宮村、大和北大谷であった。 この地はもともと大谷の地名であったが、南多摩郡内で大谷の地名が重複していたために1878年に区別のため北が付された。この時の重複対象とされたもう一方の大谷は現在の町田市南大谷である。百四十一年に小宮町が八王子市に合併後、百四十三年八王子市大崎北大谷が、 町名変更により大谷町となった。この町名変更により本来の地名に戻されたことになる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に鉄道は通過していない。最寄りの鉄道駅は JR 八高線北八王子駅となる。ありがとうございます。